パーこんにちは。体で魅了する男ジャマでございます。今日は、サムネの通りプロゲーマーになるためにはという動画を上げさせていただいておりますということでお話していきましょう。コメントをまずさせて紹介させていただきますね。ベビーココナッツさん、水道水4リットル飲んでるのわらわら、なんかやばそうということで、まあ、なんかやばそうだけどちょっと面白そうじゃん。それで水でよかったのみたいな、いろいろある中水でよかったんだみたいな。今日ももう2リットルもすでに飲んでおりますということでね。中村H さん、ちゃまちゃん痩せたらもう見ない激怒ということでね、タイトルかなんかを発表されてますけども、まあもうちょっとまあバランスよくね、痩せなんかまあデブのままこう寿命というかね、やっぱ体力が必要ですから、デブのまま体力をつけていこうと思います。TKS ディクシさん、 PS4 でマウサーやればみんなとできるしウィンウィンなのではということ。そうでもまあマウサーとかねすげえ叩かれるからどうなんかという意見はあるわけですよ。やっぱりねマウスでやるとやっぱスティックと全然違うからね、うん、でマウサーやるぐらいだったらパソコンでいいかなとも思うしね、うん。サンチェス・アレクシスさん、ファンダイク欲しすぎってことで、ファンダイクはね、結構強いらしいです。イブラーさん、チャマ君はまだまだ伸びしろありますってことで、ありがとうございます。オチェンさん、サネのレベルはめっちゃ使えるよってことで、ソフィアさん来たやん。プロゲーマーの話しようとしたら、プロゲーマー来たぞ。マジか。プロゲーマーの話なんてしてる場合じゃないんじゃないの？ちょっとまあ、プロゲーマーの話しながら、できるかな？できないと思いますけど、難しいですが、あ、でも俺これもしかしてソフィアさんと何回か当たったけどね、俺2回ぐらい引き分けてんのかな、いん負けて引き分けてかな、忘れちゃったけど結構いい勝負してるんですけど、あれなんていうのルートリット俺普通に出すようになっちゃったんだけどさ、あ、やめとこ、こうだな、サラーだぞ。オバメがね、オバメをね、結構レベルマックスにしたんですよ、今回100円ガチャで。だけど調子がね、良かったり悪かったりで、ラジバンじゃってるわけよ。で、ラモスはダメだな、もうコーナーキックで狙われたら絶対点入るわ。キエリーにするか。バルザーリどうなんだろうね、足めっちゃ遅いんだけど、ムバッペ相手にバルザーリはちょっと、やりすぎな気がする。だから、ラモ、キエリーにしよう、やっぱり。キエリにはそこそこ足速いもんね、うん、瞬発も74ある。これどういう褒めにしてくるかが楽しみですね。可変褒めでしょ、うん、ということでプロゲーマーっていうのがあるんですけども、まずプロゲーマーになるためにはスポンサーがつかなければいけません。従来のプロゲーマーっていうのはねでスポンサーっていうのはこの人にもう数字が持ってるから、人気があるから物を売ってもらえると、こいつの胸にね、こう名前をこのほら、マンチェスター・ユナイテッドだったら、この車宣伝することによって、サッカーの選手がさ、活躍すれば胸のロゴが映るから、宣伝効果になるってことでお金を出すわけですけど、人気と、それをね、してもらうためにはよろしくお願いしますと。プレーの上手さと、実力と、人気が必要になってきます。なんかプロゲーマーで言うと、おー、ナイス！プロゲーマーで言うと、なんていうの？実力？ゲームが上手い人と人気者？ゲーム業界では人気者と、実力上手い奴がプロゲーマーというものになります。だから上手いからプロっていうわけではないと。その辺がね、あ、出ちゃった。まあ、なかなか難しいとこなんだけど。だまあざっくり人気者、さ、ウイレカで言えば人気者というのはまあ私ですね。チャンネル登録者、まあ、人気があるかどうか分かんないけど、チャンネル登録者、そしてツイッターのフォロワーが、まあ、FIFA ウイレの中でも最大ですと。だからジャマ君パーパーだねということで、で実力があるのは、まあ過去のね実績、今作じゃないけど過去の実績を分かりやすく言えば、マヤケカさんとソフィアさん。で、マヤケカさんとソフィアさんっていうのは、もう大会で優勝して、アジア大会で優勝とかしてんのかな、FIFA と、去年。だから、多分200、大会の、
賞金だけで200。ファントムさんだね、ソフィアさんじゃなくて。そうそう、FIFA はね、ファントムさんって人がうまいんだけど。うわー、くそ。あ、そこ入っちゃうか。で、250万ぐらい稼いでます、2人とも。マヤケカさんの方が300万近く稼いでるのかな。で、僕も去年はウイレで稼ぎましたけど、賞金の額は、まあ、15万とか。だからまあ、それじゃ生活できないよね、みたいな。ただまあ、YouTube の収益で稼いでるから、まあ、サッカーゲームで活躍してると。で、プロゲーマーにようやくなれますと。それでスポンサーがつく。スポンサー企業に、お、こいつ人気あるじゃん、みたいな。で、一番なりやすいのが実力ある人ですね。実力あれば人気もつくんで。大体のゲームはそうです。実力があるから人気がついていくと。それで、パーパーパーと。あ、もうキーパーだよ。前前前。それ、実力をね、プロゲーマーになりたいと思ったら実力をナンバーワンにするのが一番です。まあ、手っ取り早い。こいつ人気あるから大会とか出るやみたいな。数字も取れるやみたいな。プロゲー、スポンサーつくと。ただ、現状、今の、プロゲーマーっていうのは、うわ、惜しい。スポンサード？スポンサードされてるって言っても、お金のスポンサードされてる人は、まあ、ほとんどいません。ものですね。パソコンメーカーだったらパソコンが支給されるとか、まあ、ウイレとかの人だとあんま関係ないけど、あ、いや、間に合わんかった。今のパスミスやな。なんていうの。パソコンゲームだと、いいパソコンであれば、もういろんなゲームもできるし、こう、なんていうの。まあ、技術にも差がつくと。いいものを使えば、まあ、スパイクとかね、野球とかだとバイクだと、バイクじゃない、バットとかね、そういうやつで、あ、そっちじゃね、いいものを使えばいい結果出てくるよみたいな。で、ナイキとかアディダスとか、このスパイクいいよって言ってもらいたいと。あ、惜しい。そういう意味で商品売れるから、あ、イチローが使ってる バットを使えば俺も打てんじゃねえかみたいな。香川が使ってるスパイク使えば俺もいいパス出せるんじゃねえかと。あ、やば。そういう意味でこのスパイクが強いやつが、強いやつにいい商品が入ってくる。あー、そっち行くんだ。そういう感じでスポンサーをつけると。だから、プロゲーマーでお金を稼げてるプロゲーマーっていうのは、まあ、ほとんどいません。で、大会賞金、ボンバーしていくわけだけど。あ、惜しい。ゲインいらんかな。え？それでなんだっけ。で、今、お金を稼げてるのは、プロゲーマーのストリーマー部門って言って、僕はそこなんですけど、まあ、YouTube とかからの収益があると。YouTube とか、まあ、もしくはあとはオープンレックとか Twitch とか、配信をして、動画を上げて収益。まあ、YouTuber に近いよね、だから。それが今度できたのが、プロゲーマーライセンス。このソフィアさんっていうのも持ってる、プロゲーマーライセンス。で、なんで日本でね、大会賞金をそんなに出せないかっていうと、そのギャンブルになると。賭博法みたいなのが日本あって、世界はいけるんだけど、で、物を買ってるわけじゃん、このゲームソフトをね。ゲームソフトを買って5000、7、8000円とかで、で、それがね、極めたら何百万とかになるとなったら、ちょっとそれはもうギャンブルじゃないかということになっちゃうんで、日本だと賞金、高額賞金もらえないと。だからファントムさんとかマヤケカさんとか活躍できてるのは世界大会な。あ、これ怖いな。オッケー。世界に行かないと勝てない。それじゃあ日本のプロゲーマー文化は育たないよねっていうのでできたのがプロゲーマーライセンス。で、プロゲーマーライセンスっていうのはざっくり言うと、その、まあ、システム、ライセンスを発行するわけ。例えばボクサーとか、サッカー選手はライセンス多分ないよね。クラブに所属すればプロ。ただボクサーとかは
ライセンス発行してもらってプロになってデビューしてっていうことでしょ。それと同じシステムで、なんでそれだといけるかっていうと、そのもう誰かが認めた、もうプロだって認めた選手っていうことは、もう技術が素晴らしいから、まあその優秀なはずだから、プロ賞、あの、なんていうの、賭博にはならないみたいな、賞金をもらってもね。ただそうなると日本には2、3人しかいないわけだよ、サッカーゲームのプロライセンスもらってる人。そうなると、いや、その3人以外は大会に出ても賞金を受け取れないわけ。そんなんじゃ広がらないじゃん。だけどそうするしかないと。うわ、入るかそれ。誰、ここもスカスカだな、このおめえ。そこが、なんていうの、だからメーカーとしては全員プロライセンス発行したけど、発行しすぎると、え、それ希少性ないじゃんっていうことで、そのなんていうの、法の目つけないみたいな。それを今持ってるのが前揚げかさん、ソフィアさん、唐揚げさん。ただそのシステムが、あの、これだといいでしょっていうのでプロライセンス制度作ったわけだけど、あんまりうまくいってないらしくて、ちょっとそれパーパーじゃねえかと、パーパーなんじゃねえかっつって、まあ、正直うまくいってないらしいです、そのプロライセンス制度みたいな、その協会とかで。例えばクラロワとか、あとシャドバもか、始めるっつって始めた、今度プロの形っていうのがリーグ制、リーグにしてもう雇いますと、選手を雇います、会社としてみたいな。で、報酬で月いくらみたいな固定して払うから、賞金とかじゃなくてリーグにね、参加してくださいみたいな。それがね、今度から始まると。それがね、一番いい形で海外でも主流な形らしいです。それをやろうとしてて、だからライセンスがね、今いるプロっていうのが、そのプロチームに入ってるプロと、あとはライセンスを持ってるプロ、ライセンスを持ってる方のプロがちょっと微妙らしい。うわー、入らんな、あそこよういるな、入らんな、マジで。そう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 、だからそこがリーグ制っていうのになっていくっていうので、クラロワとかすごいよね。シャドバとかは確か月30万。選手に月30万。で、チームに2000万。年間だっけな。年間で支給しますよ、みたいな。それが今後の形になるみたいな。それやろうと思ったら、実力がある、実力が、をつけて、どうだ？いや、打てないか。ちょっとメッシのフィジカルじゃダメかな。実力をつけて、この、例えばリーグに参加してるチームに目を見てもらわないといけない。目を見てもらう。目見てもらわなくてもいいか。いや、クソ、マジで。人が足りない。それで、なんだっけ。何を言おうとしてたんだっけ。ヨーガって。マイクラブの監督使ってんじゃん。強いのかな、ドリース・メルテンス。ちょっとメッシのフィジカルがボンバーしてるから、ここもうフリットにしよう。で、ロナウド、マイケル・オーエン行こう。時間何分だこれ。65分。あ、まだいけんじゃん。3点ぐらいだと取れるぞ、時間で言ったら。ただ相手がソフィアさんという悲しい現実。3点は取らせてくれないかな。まあいいや。やるしかないね。で、稼ごうと思ったら、大会、配信、動画の配信とか、商品の提供、あとは大会の賞金。で、国内だと大会の賞金厳しいよ、みたいな。あ、くそ。あ、取れる。うわ、モラタ、スピード乗しちゃったらうざいからな。瞬発はないけど。け。ここ1点取ろう。ここ1点取れたらでかい。フリット遅いな。やっぱフリット遅いな。
ただフィジカルが強いからちょっとグリッドはいけたね。オッケー、カウンターでボンバーしていきたいんだけど、もう人数かけてこねえよな。75分、80分までに1点取れたらまあワンチャン。お、よっしゃ、オッケーオッケー、オーウェン天才だなマジで。そういう感じで、まあなんかプロって言っても何なのプロってみたいな、プロってそれで生活できてるからプロじゃないのとも言うけど、まあボクシングに近いみたいな、プロの制度ね。あんまりプロだから何っていうのは、まあ、正直あるっていうのは今のさ日本のゲーム業界。あ、そっち行っちゃったか。突っ込ませろ突っ込ませろ。あ、もう時間使ってくるかな。 OK、 あ、いやー惜しい。時間使ってくるよなこれな。ブスケツうざ、さっきからいいとこおるわ。これどうするんやここから。ラジャラインぐらいいけ、ここ空いてるで、ワンチャンあるんじゃんこれ決めたら。いやーそこ止まらないか、そこもう工夫、もう一工夫した。いいじゃん、フリット、はい。おら、あるんじゃないのこれ、あるんじゃない引き分け。アイちゃん選手疲れてんのか。あ、ないわ。時間が全然なかった。ちょっと2点目が遅かったね。先制してるわけだからゆっくり丁寧にしていけば。ただもう簡単に見破られてたね。 4-2-4 のやばいとこ、やばいとこ、やばいとこっていうのは弱いとこね。だけど攻撃もあの、まあ、通用してた。とシュートまではね、シュートいけなかったけどペナ内にボール放り込むっていうとこまでいけてたから、あそこからまたワンクグーすればいけたんじゃないかな。いや5連勝目かい。なんでこれ3900もあるやつが1000に勝って15も上がるんだよ、おかしいだろ。ということで、プロゲーマーライセンス、まあ、ちょっと思わぬねプロが来てしまったのでできませんでしたけど、まあまとめるとプロ2つあって、今現状国内にあるプロがライセンスをもらったプロ、あとプロゲーミングチームに入ってるプロ、これが2通りあって、プロゲーミングチームっていうのは、スポンサーから成り立ってますよ。ただお金は出てませんよ、物だけですよみたいな。まあほとんど大学生とかバイトして稼いでるとか、稼がなくても親に扶養してもらってるみたいな人たちがなれるやつこれ、うん、でこっちはまあプロライセンス制度で今後稼いでいけるんじゃないかと思ったら実は稼げなかった、うん、実はそのライセンス制度微妙じゃねみたいに言われてる人たちで、次から始まるのが金を給料でもらって月額固定でもらってプロライセンス、ライセンスとか関係なくあのリーグで雇用してもらうみたいな、これどっちもなれますよみたいな。でこのどっちにもなろうと思ったら実力か人気、このどっちかを稼ぐ、この2つで、この2つを稼いでスポンサーなりなんなりライセンスもらったりとかで、プロになれた暁には大会賞金、配信などでお金、 YouTuber 的な、あとはで企業からお金をもらえる、まあ、めっちゃ少ないけど、うん、そんな感じです。あとグッズ販売とかね、うん、ということで、ちゃまくん思わぬ、でもいいあれだったね、ソイヤさん普段だったら、いや来んじゃねえよっつって、もっと楽に勝てるやつやらせてくれって思うけど、この話題にはすごくぴったりの相手でしたね、うん、ただソフィアさんは、プロライセンスはもらってるけど、ちょっとなんか就職、まあ、4月から就職なのかな、でまあ1年目バタバタするからとかなのか分かんないけど、まあ、必ず戻ってくるけど一旦表舞台から退くみたいな。だから家でウイレとかするんじゃない、たまにとか、うん、でも大会とか出ないよみたいな。だからアジアラウンド4位に入ったけど次のアルゼンチンラウンドは行かないみたいなことを言ってたような気がします、うん、パーということで、うん、思わぬいい人が出てきて、
あ、まあ今最強なのがだからマヤケカさんだね。うん、ライセンスも持ってるしプロゲーミングチームにも入ってる。で去年は大会賞金で200万以上稼いでて、まあ、就職っていうか普通に仕事してるんだけど、まあ、そのゲームのお金だけでもまあ一応その1年間はね生活できるぐらいの水準にはあると。素晴らしいボンバー、みんなも目指してください。サッカーゲームとかもそうだし、まあ今後はゲームやるってなったらプロを目指すみたいなことが、まあ、まとわりついてくる世界になっちゃうのかなと思いますけど、まあ、僕はあのプロ、僕自身はプロを目指したいですけど、あのライセンスとかもらったり、まあ、プロを目指すっていうかプロなんですけど、ちゃんとライセンスとかもらって360度どこから文句もどこから見ても文句言われないプロみたいな感じにはなりたいんですけど、まあ、そのためにはまずは実績もうやらなきゃいけない。ですが、まあ、思うのがね、プロゲーマープロゲーマーになってくると普通にただカジュアルに遊びたい人の場所がなくなる。そういうのもちゃまくんじチャンネルでは作っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。